東京オリンピックの馬術に参加する競技馬36頭が15日未明に到着しました。機体から出てきた白いコンテナ、中に入っているのはオリンピックの馬術競技に参加する馬です。昨日未明、羽田空港にベルギーからドバイを経由して36頭が到着しました。36頭は空港で専用のトラックに移され、馬術の競技会場となっている東京世田谷区の馬事公園に向かいました。馬術競技は23日から始まります。パラリンピックを含め8月中旬までに海外から合わせておよそ330頭の馬が輸送されてきます。